兄弟ちゃんと学校行ってるかい？私はね、ぶっちゃけ学校とかくそくらいだと思ってたよ。明日学校に行きたくないと思った君へ、大丈夫、大人は楽しいぞ。この私へ、ねえねえ聞こえる？何が苦しくて逃げたくなったの？気の強いあの子や先生たちも好きだったよみんな、でも苦しかったんだ。いつだって綺麗な態度の私でいたくて、いやなんて言葉は言ったこともなかった。知らないくせに違うのになんて、本当は自分が一番嫌いだった。セプテンバー調子はどうだい？大人は大変苦しいぞ。教育や未来のためにやるせい